はい、皆さんこんばんは。今日は、2月の23日の土曜日、ボギーチャンネル、私、主催のボッキーテレコンでございます。先ほどちょうど沖縄地方雨が降ってきました。昼間は思いっきり晴れていたんですけどね。はい、西山さん、ミラチありがとうございます。晴れてたんですよ。はい、でも夕方雨です。雨が降ってます今。正直に言います、車は洗っておりません。今日は車は洗っておりません。濡れたタオルで拭いて仕上げたあの洗ってないんですけど、濡れたタオルできれいに拭き上げたぐらいなんですけど、やっぱり雨が降るということでございまして、何も触らない方が良かったのかなと今になって考えております。そうですね、宮城さん、本当にプロ野球のキャンプの時っていうと雨ばっかりなんですけど、いや今日は私あっちこっちちょっと走り回りまして、夕方から、期日前投票、県民投票の期日前投票の、現場に行ってきまして、この期日前投票でですね、入場券、はがきを忘れた方が書く、理由書みたいのをちょっと1枚いただいてきたんですけど、それにもなぜか米軍 の、 辺野古への米軍基地を作るための、辺野古の埋め立てについてっていうふうには書いておりましたけど、普天間基地移設のためのという一番肝心な部分は完全にカットされてます。はい、県の資料でもそれが載っているのは、投票用紙とあと、県のホームページにちょこっと載ってるだけで、あとは CM とかこういった広報資料にも全く、普天間基地移設のためのという一番肝心なところは全部カットカットです。却下じゃありません、カットです。それってやっぱり私はちょっとおかしいと思いますし、いや米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問うって書かれていたら、やっぱり埋め立てっていうのは誰だってよく思わないし、それも基地を作るためというとみんなやっぱり納得しないと思うんですよ。実際にこの出口の方で話をしている人たちいましたけど、その話をしている人たち全員が反対に丸と言っていました。いやこうなるとね、行政とメディアとそして、基地反対派がグルになってですね、沖縄県民をどこかとんでもない方向に誘導しているような気がしてなりません。まあ、今日はその件についてまたいろいろ深掘りをしていきたいと思いますけど、そのね、県民投票、沖縄の県民投票なんですけど、なぜか今日のニュースはハワイから来た、はい、ロバート・カジワラといういわゆる、琉球独立を訴えている男のことをね、まるでスターのように取り上げていました。これちょっと怖いお話でございます。はい、このような感じ。この人本当にお金あるんですよね。もう東京に行ったりね、はい、沖縄に来たり、あと、ワシントンに行ったり、普通の人がちょっとできないと思いますけど、思いっきりこの人琉球独立を訴えております。とんでもない方でございます。完全に政治運動に加担をしている。はい、このように、県警四世って一体何なんですかね。そもそも梶原という名字は沖縄にはありません。はい、カータンさん、ユキンさん、ありがとうございます。太田さん、クジラさん、こんばんは。そうですね、アメリカ極左を英雄し、はい、磯子と食事していましたねって、白神さん、すごい詳しいですね。まあ、こんな感じで沖縄のテレビ、もうどこもかしこもね、この梶原という男がね、来たということで、もう大きく取り上げてます。まるでスターですね。びっくりですよ。はい。まあ、県のね、ルーツは沖縄にあるかもしれないんですけど、もうアメリカ人ですよ。そのアメリカ人が来て、
県民投票で辺野古埋め立て反対に寄り添う、ね、その姿をポーズをね取っていることについて、まあ、沖縄のいわゆる極左政党や平和団体、はい、埋め立てに反対する人たちは大喜び、そしてメディアも大喜び。そうですね、宮城さん、本当は何の仕事なんですかね。はい、南條さん、ニラちゃん、ありがとうございます。いやー、すごいですよこれ。このように今2局目、そして次のテレビ局も、はい、すごいですね。はい、思いっきし英雄扱い、若い世代にもと、若い世代にも自分の意思を示してほしいと。もう完全に政治介入じゃないですか。後ろに映ってるのは辺野古の違法テントなんですけどね。はい、いやー、これ本当に新聞、今からちょっと皆さんにお見せしますけど、新聞の方もひどいものがあります。こういう感じ。梶原さん、新基地で国連申し立てと。沖縄の人がないがしろにされているっていうことで、なんでね、ハワイにいるアメリカ人が沖縄の人をないがしろにしていると国連に申し立てをするのか。はい、それもこの方は琉球独立を訴えてるよそ者でございます。よそ者。いや、こういう人をね、のさばらしちゃいかんと思いますよ。今北海道のアイヌと変わらないと太田さん書いてますけど、アイヌ新報の次には絶対に琉球新報ですからね。琉球新報。はい、いや、しかし本当に綺麗事でね、国際社会や一般大衆を染め上げようとするやり方っていうのはひどい。もう広司、そうですね、今ピョンタさん書いてますけど、山城広司さんがもう使い道、賞味期限が切れた途端、このように新しい、はい、新しいキャラを出してきて、また県民感情を煽るというやり方はいかがなもんでございましょうかね。はい、これは今日の沖縄タイムス。なんとおばあが出てきて三振を手渡して、新基地賛否で示して、はい、ロブ梶原さん、辺野古で交流。辺野古で交流って言ったって、辺野古のね地元に住んでるって言ったらこのおばあぐらいで、実際に辺野古のね区民とか区長と交流してるわけではございません。座り込み市民と絆深める。まあ情報弱者の方々はこれを見て、ああ辺野古の人に寄り添ってるんだなと思うかもしれませんが、何度も言います、あそこに辺野古の人はほとんどおりません。はい、それをこのように新聞の一面ででっかく取り上げた上に、埋め立て地とはね全然違うところの海の中を見てこう言ってます。美しい海、埋め立て批判、梶原さん大浦湾視察と。はっきりこれも言いますけど、浦添の海はわざわざグラスボートに乗らずとも徒歩でねリーフ際まで行けばサンゴが密集しております。あそこはこれどういう意味かと言いますと、わざわざね船に乗って沖合に出なくても人間が歩いて行ける距離にサンゴが密集してる、群生してるということなんですよね。いや、それ考えるとグラスボートに乗らなくてもサンゴ、それもね手で触れられるっていうのはこれすごいことですよ。そこのサンゴは埋め立てていいと、辺野古はダメだと。これってね、自然を守れという資格は私はないと思っております。そしてこういう呼びかけも、はい、これ活動家たちが一生懸命呼びかけております。これね、沖縄辺野古基地署名、ロブ梶原来日企画、通訳代やチラシ広報、ホテル代などを集めておりますと。はい、寒波です。また寒波。いや、もうね、もう明日ですよ投票日は。それなのに寒波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 ね。サンゴさんのよく知ってる寒波寒波と言ってるろくでもない人たちがいますけどね、なんとか太郎とかニラ王とかね。はい、もうこんな感じでよそから来た連中が
さも沖縄のためにやってるっていう感じでね、知ったかぶりして入ってきて言いたい放題してカンパカンパですよ。いや地元のね自分たちとしたら本当にもういい加減にしろ、やめてくれと、もう出て行ってくれと言いたくなる。いや本当にね、今なんでやねん書いてる通り、どんだけ県民からむしるねんと、もう沖縄を食い物にしてるとしか思えない、ね、これどうするんですかね。県民投票が終わっても県民投票の名目でまたカンパですか。次は何の県民投票をするんですかね。次工事のあれで取り付け道路をつけたり、ね、橋を架けたり、ちょっと工法が変わったらそのたんびにカンパ、もしかすると土のうを積む工事をするからそれについて県民投票とかやりかねないですよ。はい、異常すぎる、ね、とにかくもうこの人たちもう完全に半吉ビジネスになってるとしか思えない。もう何かあるたびにカンパ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 です。さて、まあ、沖縄の半吉運動っていうのはこのような感じで子供をね出しに使います。これは以前オスプレイが配備された直後、普天間基地の野岳ゲートで捉えた写真なんですけど、子供に小学生の男の子に、オスプレイノーの、ね、プラカードを掲げさせ、その後ろに大人たちが鈴なりになって、それをマスコミがしゃがんで写真を撮ってるという本当にみっともないみっともない写真です。これが新聞紙面に載るときには子どもが先頭になってね、反対をしてるっていうふうに印象操作するんですよね。しかしこういった小学生の子どもがオスプレイの、はい、危険性とか逆に有用性とか、なぜ沖縄にオスプレイが配備されるのかとか、そんなこと分かりますか。このような形で何も分からない子どもをね連行して CM 自分たちのコマーシャルの素材に使うということをやってます。さて今日はこの人についてちょっとご紹介をしたいと思います。はい、宮城一郎さん、宮城一郎さん、宜野湾市選出の県議会議員。はい、本人はねこの選挙の時にははい、野球の一郎さんそっくりの真似をしてバットとか持ってねカッコつけてやってたりしますけど、本人バットどころか赤旗振ってるような方でございまして、もちろんオール沖縄、はい、オール沖縄の、いわゆる、まあ、筆頭役員のような形でございます。はい、基地反対、オスプレイ反対、とんでもない方。そうですね、サンゴハードさん、イチローの真似をしてた宮城一郎です。さてこの方がね今日とんでもないツイートをしてるのがバレてしまいました。はい、宮城一郎さんは MCAS 普天間、普天間基地メインゲート、はい、普天間基地メインゲートにいますということで、これはゲート1のことですね。はい、ゲート1、58号線沿いマリンアウトおじさんがいるゲートなんですけど、2月18日、今日普天間基地大山ゲートで軽く暴れて帰る際、こんなランドセルの小学生と遭遇。もう一回言います。今日普天間基地大山ゲートで軽く暴れて帰る際、こんなランドセルの小学生と遭遇。かっこいいな、父ちゃん母ちゃんに作ってもらったと聞くと、自分で作ったってばとめちゃめちゃドヤ顔。はい、ハッシュタグ反対に丸。はい、今日普天間基地大山ゲートで軽く暴れて帰る際、こんなランドセルの小学生と遭遇。この暴れるっていうのはいわゆる米軍車両の妨害をしたということだと思います。はい、ゲート1メインゲート、そこにはサラバンジというね、いわゆるアナーキスト、琉球独立を訴えているような人たちがいるんですけど、その人たちと一緒になって妨害行為を働いたという意味だと私は思っております。まあ、そんな中でかっこいいな、父ちゃん母ちゃんに作ってもらったと。はい、そしてハッシュタグ反対に丸。さてそれに添付された写真を今日皆さんに
お見せします。これでございます。はい、皆さんこれはもう小学生、はい、小学校3年生ぐらいですかね。小学校3年生、その小学校3年生のランドセルに、これランドセルです皆さん、ランドセルに、なんて書いてますかね、はい、辺野古埋め立て反対に丸、はい、いやそして辺野古新基地反対というシール、はい、そして横にもね、はい、2月、はい、24日反対に丸と、これ小学生のランドセルです。これで学校に通ってるんです。学校に、学校側何も言わないんですかこれ。いやこれね、私月曜日宜野湾のね教育委員会に問い合わせしますよ。これはもしこれが許されるんだったらね、ランドセルにねエロ本の表紙とか貼り付けて学校に行っても問題ないということですよね。はい、子どものランドセルに琉球独立と書いて行かしてもいいということですよね。これって完全に政治的メッセージじゃないですか。ね、政治的メッセージ。それを学校側が推奨してるんですか。これってあまりにも異常すぎると思います。はい、カナタさんその通り。子供にまですがる情けない嫌疑。いやもう本当にね、この宮城一郎さんのおかげでこういった子供がいるっていうのが今回明らかになりましたけど、でもねこういったのを自分たちの反対は丸という運動にね用いようとするこの大人、この嫌疑のやり方っていうのは情けないね。どう、本当皆さんどう思いますこれ。いやメッシュのあれはまだいいですよ、ね、メッシュヘリのシールはまだいいと思いますよ。ところがね、はい、辺野古埋め立て反対に丸、辺野古新基地反対、2月24日、はい、反対に丸、はい、いや当然です。サンゴアートさん、これはもう看過できません。教育委員会の方に月曜日問い合わせをして、これやっていいんですかと、これ学校に、学校現場に政治を持ち込むことになっていませんかということでね問い合わせをします。はい、でこれをね撮影をしたのは、何を隠そう宜野湾市選出の県議会議員ですので、はい、ちゃんとその県議にもね真を問いただしていただきたい。いやーもうこれ普通学校が何か言うでしょう。どうですか皆さん、これ学校が普通はもう見つけた時点で言うと思いますよ。こんなこと県外であったらいじめの対象になるんじゃないですかこれ。いやーこれね本当に宜野湾の教育委員会大失態です。またはい、先日はね、先日は北朝鮮の、あ北朝鮮じゃない、韓国系のね政治団体中に入れちゃいましたよね。で今日私いろんなところから話を聞いて判明したんですけど、なんとね沖縄に来ている韓国系の団体のほとんどがチュチェ思想、つまり主体思想北朝鮮系だっていうんですよね。そういった連中を学校に入れたり、そしてこのようにね特定のやはり政治思想信条をねカバンに貼り付けて学校に持ち込みをさせる、これってねまあ親が悪いと思いますよ親。いやそうですね、カルガモさん、オスプレイファンクラブって言ってオスプレイファンクラブのマークランドセルにやってもいいんでしょね。旭日旗のランドセルでもいいんですよね当然。はいね、君が代は千代に八千代にとね、そういうふうに書いたランドセルでもいいっていうことですよね。
いや、しかしこれ完全に思想じゃないですか。ね、半吉、それを学校に堂々とこなしてつけさせていく親の考え、それをね黙認する学校、もうこれ月曜日私朝一番で電話入れます。はい、これはダメでしょ、ね、ダメ。まあ子供は自分で考えてはいないと思いますよ。はい、親とかねじいさんばあさんが喜んでくれるからというね純粋な心でやってると思います。ぴょんたさんがおっしゃる通り、はい、これぜひね皆さん、私のフェイスブックにも載ってますんで、皆さんも独自にやっぱりねこの宜野湾の教育委員会の方に宮城一郎さん県議がこのようなこと書いてますけど、これって許されるんですかっていうことをやっぱり問い合わせをねみんなでやりましょう、ね、私一人じゃなくてみんなでやってきちんとこれ真意を問いただしましょう。そして必ず連絡は、電話でなくてねメールかね文書で送ってくださいっていうふうに要求しましょう、ね、これはもう完全に公教育として私は失格だと思ってます。これを黙認してればね、はい、いやこれも今後やはり問題化していく案件だと思います。まあカータンさん、県議の資質っていうか沖縄の議員の資質もちょっと嘆かわしい限りですよね。それだけじゃございません、これもあります。トン、はい、これは茶壇の球場ですね。茶壇の球場でも今プロ野球のキャンプが入っておりまして、多くの方々が詰めかけております。はい、特に今日明日、特に明日もね、多くの人たち来ると思うんですけど、今日も土曜日ということで多くの家族連れが来ておりました。そこで何をしていたかと言いますと、小学生の子供たちもね立たせて、はい、反対に丸尾の運動をしてたっていうんですよ。はい、どう思います皆さん。入り口のところで賛成反対どちらでもないというパネルをね出して、そして子どもたちにねアンケートを取らせながら反対に丸尾のあれにね誘導してたっていうことで、もうねこの沖縄の半吉の皆さんのやり方本当に愚劣。ここを通るねいわゆる野球を見に来た人たちを引き止めてそのようなことをやってたっていうんですよ。まあ勝美さん、ここ行動ですからね、行動ですけど普通はやらないでしょうね。これってまずいですよ本当に。まあ球団もね全部が全部それ把握してるわけじゃないと思いますけど、本来であればやはりこの球場を管理している茶壇町なんかがねやっぱり警備員とかいるわけですから、見つけた時点でやっぱ排除したりするべきです。それを排除もせずにこのままやってたっていうことは、行政もグルだと言われても仕方がないね。観光客ドン引きです。それ子供まで動員してるんですから、皆さんどう思いますかこの沖縄っていうのね。思想信条成就のためなら子供まで最前線に送るんですよ。こんな人たちがね子供を二度と戦場に送るなというわけですから、そこの君一体何を言ってるんだと。南條さん、本当に私うちなんちとして恥ずかしい。もうね何でもありになってるのがとっても恥ずかしいんです。でどん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 沖縄が壊れていく感じがあります。反面、はい、これは、読谷村、はい、読谷村の、ショッピングモールの近くの交差点ですね、近くにトリステーションがあります。陸軍の兵隊さんたちが朝、この車の、ね、通行量の多い横断歩道で子どもたちをね、はい、このように見守っております。これ米兵です皆さん、米兵。この通りは結構抜け道になって車の量多いんですよ。そこでねこの米兵の方々がボランティアでこうして出てですね、子どもたちの、はい、見守り隊をやっています。もうさっきのね
もう本当に腐ったイデオロギー、もう腐敗臭、ドブのような匂いをするね、イデオロギーを成就させるために子供を利用する沖縄の左翼、そして彼らにヤンキーゴーホームとね罵られてる米兵がこうして子供たちを見守っている。皆さんこれどう思いますか？自分ね、うちのアンチとして本当に恥ずかしい。なんでこんなことをね県民が知らないんだろうとね、県民が知らないでヤンキーゴーホームって罵ってね、基地の前で寝転がってする連中に権力を与えるんですか？はい、そうですね、この写真Facebook にあります。後でリンク載っけますけど、ぜひまた見てください。このようにね、どんなに反対派に罵られても、こうして無償のね奉仕をしてくれる米軍の方がみんなに迷惑かけまくってる基地反対派で、ずっと私はうちなんちゅらしいと思いますよ。はい、かっこいい緑のおじさん、そうですね、かっこいい迷彩服のおじさん、お兄さんですね、地域貢献ですよ。いや本当になんか涙が出るというか、情けないというか。はい、そして沖縄メディア、また嘘っぱちを。先日までね、この県民投票はすごい県民の関心があり、県知事選挙の時よりはるかに高いペースで、期日前投票が進んでいると報道してましたよね。一般の人もみんなそう思ってます。ああ、期日前投票、県知事選挙の時より高いんだと、みんな関心持ってるんだということになったんですけど、期日前33市町村18万人ということでございまして、18万人の方が期日前投票に行ったと。しかしこれです、昨年9月の県知事選挙の期日前投票者数は約40万7000人だったと。新聞はつい最近まで県知事選挙をはるかに上回るペースで、ね、期日前投票が進んでると、沖縄県民の県民投票に対する関心の高さが伺われるとか書いてましたけど、蓋開けてみたら何ですかこれ、県知事選挙の半分以下ですよ、半分以下ね。もう本当にこんな印象操作平気でやるんです。ありえないですよこういったのはね。そして県知事選挙、県知事じゃない、住民投票、いろんな選択肢がありますけど、まず選択肢1、県民投票に行かない。メリット、投票率が下がり投票の意義が薄れます、間違いなく。デメリット、危険っていうのはね、白紙人情と一緒、投票結果にコミットする権利もないと言われても仕方がありません。はい、そして、有効投票数の反対に丸の割合を限りなく高めてしまうという結果を生み出します。さて、選択肢2、はい、賛成に丸と投票する、はい、メリットは、反対に丸の割合を下げることで沖縄は反対一色ではないというアピールになります。デメリット、投票率を上げてしまう。普通の選挙だと投票率が上がると嬉しいんですけどね、投票率下げることが嬉しい住民投票っていうのは、本当に住民投票の意義があるのかと私は本当に思ってます、正直言って。投票っていうのは権利と言いますけど、義務でもあるんです。それをね、行くなというっていうことは義務を果たさなくていいというふうに言ってるのと変わらないと思います。選択肢3、どちらでもない、2、丸。メリット、何にもありません。はい、何にもメリットはありません。デメリット、投票率だけを上げるということで、デメリットしかございません。はい、結果的に、今回の、県民投票、投票に行かずに、投票率が下がる
ということもありえます。下手しますと 42-3% の可能性があります。 42-3% しかしそのね 42-3% の投票率の中で賛成に丸をという人がそんなにいかなかった場合どうなるか、はい、反対に丸をが有効投票数の8割 80% を占めた、これは民意だと言ってですね、民意だと言って今後来る、衆議院3区補選そして参議院選挙に武器として用いられるんです。私前から言ってるんだけど、彼らはこれで埋め立てが止められるとは思ってはいない、絶対に思ってないです。でなきゃ土地なんか買い漁ったりしません。はい、じゃあ何を狙っているのかというと、今後のそういった大きな国政選挙、県議会議員選挙、ね、市長選挙などにおいて県民の民意は埋め立てに反対だと、で埋め立てに反対を言わないのは民意に反しているんだっていうふうにネガキャンに使われる。まさにね、水戸黄門の印籠のように民意、民意といってこれをね選挙に用いる、これが彼らの一番の目的だというふうに私は見ています。法的拘束力もないそんな、ね、県民投票、ね、それにすごいコストを皆さんかけてますよね。ちょっと覚えてますかね、私前にちょっと出したことがあるんですけど、はい、これ、ね、さっきの県知事選挙、それから県議会議員補欠選挙では、ね、宣伝広告費が確か1040万ぐらいでした。1040万、1000万円です。約宣伝広告費がね、今回の県民投票何の法的拘束力もないのに1億4000万ですよ。皆さん、県知事選挙が1000万、県民投票が1億4000万、どういうことなんですかこれ、ね、10倍の広報費をかけるその根拠、意味は埋め立てを止めることじゃないんですよ。今後のそのような大きな選挙をね、オール沖縄共産党の手に入れるための公費を使った壮大なプロパガンダ、はい、フミムさん儲かったのはね、FEC とか天皇皇后両陛下をの猿もう真似をしてね、思いっきり侮辱をしたああいった芸人集団や、ね、新報タイムズさんや新聞社、あとテレビ局、はい、そして制作会社、みんなウハウハですよ、ね、1億4000万沖縄のトップを決める県知事選挙が1000万ですよ。皆さんどうなんですかこれ、おかしいと思わないですか。つまりね、こういった活動家のような連中に議員というねバッジと権力を与えてしまうと、このように自分たちの思い通りにするようなね、そういった工作に税金を惜しげもなく投入するということが今回明らかになりました。はい、もう本当にね、沖縄県民目覚めてほしい。こういった活動家たちにバッチとね権力を与えると税金もこのように彼らのために使われてしまう。それをぜひね、もう今回でも終わっていただきたい。もうこのような人たち、当選して基地の前で座り込むような人たちに二度とね議員としての資格を与えないでいただきたいというふうに私は願っております。そして一人でも大きな沖縄県民が、覚醒するように、これからもどん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 情報の方はね発信していきたいと思いますので、皆さんご協力のほどよろしくお願い申し上げます。ということで、週末土曜日の、ボギーチャンネル、南條さんがまるで渓谷のようですねって書いてますけど、全くその通りですよね。はい、彼らも今の沖縄の状況をね舌なめずりをしております。はい、韓国ではありません。その上とその後ろに控えている人たちがもう大喜びをしています。そしてわざわざハワイから来たのも琉球独立、いやー、県民はそろそろ目覚めないと本当に大変なことになっちゃい
ますよ。はい。ね、ジュゴンとか平和とかね、新基地を作らせないっていうね、あの耳障りのいい笛の根についていったら、二度と戻れない川の淵まで案内されますよ。ハーメルの笛吹き男。まさにね、今、沖縄に来ていたこのアメリカ人やね、あのハンストをやったあの若者がまさに笛吹き男そのものだと私は思っております。ということで、本日のボギーチャンネルこれにて終了します。皆さんはどんな週末をお過ごしですかね。私はホットミルクティーと、あとしばらく懇談をして、片付けをしたいと思います。では皆さん良き週末をお過ごしください。